はい、こんにちは。えー、これですね、これ。いきなりこの本が多分、この動画を見た時に目に入ると思うんですけど、えー、この親父さんですね。これがまあ今、世界を動かしている、えー、一番動かしている人ですね。はい。まあ私の動画を見る人だったら、それはどういう動かし方をしてるかってのは分かると思うんですけど、まあ根の年から、この親父が、えー、20年かけて仕込んだことがどんどん動き始めて、 そして今の、えー、ウクライナにも影響して、そしてさらにそこから今度は、えー、食糧危機まで起こそうとしてると、えー、調べてみるとこの親父はその前に、アメリカ中の農場を買いまくって、世界一の農場主になって、もう小麦とか、大麦とか、トウモロコシとか、さらに肥料も生産して、自分たちだけ食うものは全部揃えていたっていう、これすごい親父ですね、これね。はい。 でまあこの本に書かれていることってタイトル見てすごいんですけど、えー、ビル・ゲイツ、地球の未来のために僕が、えー、決断したこと。地球の未来のために僕が決断したこと。要するに、この地球っていうのはもう1970年代、8年代から、こういう超大金持ちたちにとって、やがて人口が爆発的に増えて、そして2050年にはもう100を超えちゃうんじゃないかと。 今、2022年なんですけど、もう今現在でも、えー、78億人、あるいは80を超えてるっていうふうに言う人もいるんですよ。もうこの地球の許容量自体がもう壊れてしまうと。だから僕たちお金持ちはその前にこの問題を何とかしなくちゃいけないと。そしてそれが地球のた未来のために僕ちゃんが決断したことなんですよ。その決断したことがですね、まあ根の年から始まってますと。 それは何かって言ったら、まず人口を減らさなくちゃいけないかっていうことが、まあこの親父だけじゃなくて、えー、いろんな、えー、金持ちの悪い親父たちが80年代からどんどんどん行って、しかもなんかストーンなんとかなんていうのがアメリカにこう立って、そこには人口 5, 5億人減らすとかいろいろ書いてありましたね。ああいう遊びをいたずらもするようなやつなんですよ。ああいう感覚で、えー、まあ成果を人口削減しようっていうのが、まあこの親父たちですね。はい。しかもそれが実行に移されてると。えー、日本の人口も、えー、 日本の死者数ですね。えー、去年1年でなぜか13%も増えてると。数年に比べて去年1年の人口の減り方が死者数が13%も増えてると。さあ、これなんでなんですよね。それがなんでかっていうことを日本政府のは調べないんですよ。はい。で、この親父たちが今やってることの思想、これが自分たちが正しいと思ってるわけですね。自分たちが今やってることは 未来の、地球のための、地球のこの未来のために僕たちはやってるんだと。それを決断しましたっていうのをこの、えー、親父は、えー、たかたかと宣言してるんですよ。それは要するに、まあ、これ陰謀論の一番中心にある人口削減、そのために2020年からもう始まってて、で、最近ではまあ、プーチンを巻き込んで、何始めるのかと思ったら、えー、実は食糧危機を起こすっていうことが目的だったんだなってかってきましたね。 はい。こういう連中が自分たちの、えー、性理論的な、理論的な、正しいっていう、正しさを、えー、立証する考え方の中心にあるのは、このユバルナハラリの、こういった著作なんですよ。とい,いうか、この2冊なんですよね。まあ、要するに、ホモサピエンス。あと、このホモサピエンスが最終的に、えー、4つの革命を、この何千年の間に成し遂げたと。 で、最終的にはホモデウス。ホモサーピエンスは神になるであろうと。デウス、神になるっていう。この進化のプロセスが、えー、我々の、えー、この、ホモサーピエンスが現れて、まあ、2万5千年とか、3万年とか言われてますけども、その中であってましたと。4段階の、しかも認知革命ってなりましたと。その認知革命の一番が、まず、えー、ひよばったホモサーピエンスが、えー、嘘をつくっていうことを考えたと。 嘘をつく能力を手に入れたと。その嘘をつく能力で自分はやれ。神の化身だとか、えー、どこどこの山に住んでるライオンの神様は自分に取り付いてるから俺についていければ勝てるって言うんで、いろんなホモサピエンスを集めて大きな手段を作って他のネアンデルタル人とか他の、えー、連中を駆逐したって言うんですけど、そういう事実は実は歴史的には全くないんですよ。あと、嘘をつく源泉、嘘をつくことを発見 発見したっていうどういうきっかけで嘘をつくことを発見したかっていうと、まあ、例えば要するに狩猟ですね。狩猟する、まあ、集団で狩猟するときには、例えば動物に近づくときには、風下から近づくことを発見したと。これが嘘の始まりですね。風下から近づくことによって、その動物はこちらの気配や匂いを感じないと。あるいは、えー、まあ、風下からあるものが、え漁、ー、をするときに攻めていくと。そうすると、獲物、鹿かなんかがいると、それが、 逆に風上に逃げていくと。そうすると、その両袖にえ仲間が隠れていて、そこから、えー、その獣を襲うと。こういうのが嘘の始まりですよね。要するに狩猟ですね。狩猟をするっていうことが嘘を作った始まりですね、これね。例えば昔、カイサルシーザーっていうのがガリア戦記でガリア人をこう、ヨーロッパに行ったガリア人と戦い始めますと、そうするとガリア人っていうのは何の戦略も戦術もないんですよ。で、彼らわーっとこう、 出てきて、で、それに対してロ、わーっと出てきて、彼らはそれ行けーということで、ローマの軍前にこう、わーっと集団でこう、襲いかかってくるんですよ。それに対して、ローマ軍っていうのはちゃんと戦略と戦術を持っていて、まあ基本的なローマの、えー、戦略っていうのは、まあ、全面に中心に、えー、まず弓隊がいますと。弓隊がまず弓をその襲ってきたガリア人たちに撃ちますと。そうするともう全面とか随分死にますと。 で、その中心のよ、後ろには、歩兵部隊がいますと。しかも、この盾と槍をきちっと持ってる、盾と剣を持って訓練された、一番合理的に相手を、えー、やっつけることができる歩兵部隊が、前に出ますと。やりたいが、弓台の後ろに下がってですね。えー、そうすると、えー、相手が来ますと。そうすると両袖には、騎馬隊がいて、馬で、わーっとこう、行って、その、ガリアン人たちは後ろに回りますと。 そうすると、ガリア人が突っ込んでくると、その後ろから騎馬隊が攻めてきて、そして騎馬隊は横にどんどん、あ、騎馬隊じゃなくて、歩兵隊が横にどん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 広げて、まあ昔の古典的な包囲戦に持ち込んでいって、両方、前面から、えー、攻撃を受けて、ガリア人は全滅してしまうと。これなんか要するに嘘ですね。嘘の始まりですね。ガリア人って何も考えないで攻めてくるから、それに対して包囲戦を、えー 展開するための嘘。これを、ですから人間は、戦術と呼びましたと。戦術と言いましたと。また、ガリア人を、その、包囲戦ができる場に誘い込むこと。これを政治的な意味も含めて戦略と言いましたと。えー、こちらの軍隊がうまく、どこに向かっているかを相手に知らせることで、ガリア人知らせることで、大きな、えー、草原地帯に、ガリア人を向こう側に、えー、わざと集結させると。で、こちらの前、前まい、 戦略が、戦術が展開できるように場を持っていくと。それがまあ戦略ですね。まあもっと深く戦略、政治的な意味でもっと少しいろいろあるんですけど。まあこれが戦略と戦術。まあ言い方変えれば相手を騙すための嘘ですと。で、この嘘が生まれたのが、ええー、もうどう考えてもネアンデルタル人とかホモ・サピエンスが取、えー、っていた、えー、獣を取るための量。特にネアンデルタル人というのは巨大なこう、獲物を狙ってたんで、 この巨大な獲物をですね、えー、何人かでうまくおびき出して、そして、狩ると。これには大変な戦術が入ってたと。これ嘘が入ってたと。これが嘘の始まりですね。それに対して、そんなことよりも、量で獲物を取ることよりも、えー、自分は神に取り憑かれてるからみんな集まれっていう、こっちが先に始まるっていうことはありえないんですよ。こっちが先に始まって、それでじゃあ、 生き物を取るために、そのいっぱい集まってきた、自分は神の化身だっていう嘘が役に立つかって言ったら、それは役に立たないんですよ。はい。ですから、こう考えてみると、ホモデウスが、えー、ホモサピエンスが嘘で、初めに自分は神に、えー、化身であるみたいな嘘をついて人を集めたってことよりも、漁をする時に獲物を取る時の罠、えー、狩る時に嘘が始まったってこが、こっちは先なのはわかりますよね。はい。 こういうところから見ても、えー、ですから、ホモサピエンスが最初に自分たを虚構を生む知能を持ったから、この他のサピエンス族を、えー、駆逐したなんていう、そういうこの人の予測っていうのは絶対ありえないんですよ。はい。でそこから始まってる嘘をどんどん積みされて、それが今言った認知革命っていう最初の人間が、ホモサピエンスがこの地上を支配することになった最初の 嘘が認知革命で、え嘘、ー、によって、たくさん集まって、他を駆逐したつで、まず戦ったっていう記録もほとんどないし、まあ若干なんか、えー、どっから小勢いあったみたいですけど、基本的にホモサピエンスが広がっていくエリアの中に、他の小さなサピエンス族がいたっていうこともないし、例えばぶつかるほどたくさんホモサピエンス族も他の、 サーピエンスとかいなかったんですよ。ですから、ホモサーピエンスは、ホ,ホモサピエンスのエリアで暮らしてたんですユラシア大陸ってあんなに広いんですから、えー、こっちでホモサーピエンスが暮らしてて、こっちでネアンデルタ人が暮らしてたと。ですけど、ネアンデルタ人の、えー、遺伝子もホモサーピエンスの中に入ってるってことは、ほとんど仲良くみんな一緒に暮らしてて、あと遠方のインドネシアにいるなんとかサーピエンスとか、もう全く見たこともないような、えー、当時の巨大なユラシア大陸や中東や、えー、アフリカとかで、 ほとんど接触しなくても、各エリアに分かれて暮らせるのに、なんで他を駆逐する必要があったのかっていう。もうイバルのハラリの論説ってのは、そこから崩れてるんですよ。で、いや,そ,いやそんなことはないとみんな戦ったっていう。戦ったっていう痕跡ってのはほとんどありません。えー、ホモサペンス他のサペンスですね。はい。あと、サペンスを作る人はそんなにたくさんいなかったんで、今発見されてるだけでも、4種類から5種類ですね、ネアンデルタールジナが入れても。しかもネアンデルタールジナが何万人位でしかいなかったんで、別に。 接触しなくても別なエリアで暮らせるんでみんな。はい。しかもその、あ、いた、生きていたその他のサーピエンスの痕跡も本当にわずか1箇所とか2箇所ぐらいで本当に顎の骨のかけらが見つかったぐらいなんですよ。ですから、戦うほどのみ狭いところに、えー、密集してたっていうこともないですし、世界中に広まっていればホモサーピエンスが例えば10万人いれば、こっちは本当に3万とか5万ぐらいしかいない、えー、者たちがわざわざ戦う必要もないんですよ。 ですから、こういう発想から見ると、もう、リ、えー、バルの春の発想っていうのは、全く成り立ちませんと。ところが、この男の作ったこのカルト宗教ですね。カルト宗教にはまってるのは、こういう今の金持ちたちで、まあ、それが最初の革命と嘘をついて、宗教を作って、まとまってお、他の連中を駆逐しちゃったってのは最初の革命であると。で、この次に農業革命ってなのがあって、農業革命によって、人口はだんだんホモサピエンスが増えていったと。で、3番目の革命が、これが、 でまあ科学革命って言うんですけど、えー、まあ、まあ、人口が増えていく中で、まあ人間は国家やあの国民、あるいは企業や法律、こういったものですね、いろんなものをこう作り始めましたと。国家だとか、あと、えー、いろんな国民、国家。そしてそれを統治するために今度は、えー、こういう宗教ではなくてイデオロギーっていうものを作りましたと。 資本主義っていうイデオロギーを作りましたと。共産主義っていうイデオロギーを作りましたと。これもですから最初の認知革命で作った嘘の延長線上に資本主義っていうのはあると。そして共産主義っていうのはあると。そしてその間っていうのは、要するに宗教っていうものが人間を統治してきたと。例えばその間の宗教っていうのはですが、ら原に言わせると、ユダヤ教であり、まあ、イスラム教であり、あるいはイエスの教えであり、釈迦の教えなんですよ。この釈迦の教えとかイエスの教え、 あるいはユダヤの教えとか、えー、イスラム教の教え、さらにはインドのこのベーダとか、こういう嘘、虚構がですね、人間や部族をこうまとめてきちゃってんですよ。えー、そして農業生産によって、えー、その農業生産によって、えー、王様たちが各国を治め始めると、えー、その生産物は王様が、えー、管理すると。税金として、えー、徴収して管理すると。で、王様の権威って何かあったら、その王様ってのは、まあ、日本信徒にあるように、 まあ、高間原から人間の御事がこう降りてきて、そして代々こうなって、その王様はその神様の末裔であるっていう。これが、呼ばれたから絶対最初に人間が作った嘘の虚構であって、まあ、あるいは、各国の今であれば、総理大臣とか首相とか、あと大統領っていうのは、イエスにえ誓いますね、聖書に誓いますね。イエスって人は、イエス、どういう人かあったら、それはえ天の父上の一人子であって、 で、彼はこの世界に罪の、罪のあがないに来てくれたと。人間がいっぱい罪を起こそう。だけど、その罪を彼が殺されることによって許してくれたとか、こういうストーリーを勝手に考えて、その権威を使って、えー、当時の王様たちは国を治めていたと。そして悪いことを王様に逆らうと、それは神に逆らうのうだが、天罰なくなるよと。いうこう,こういう恐怖心で人々を、えー、統治していたと。その嘘を作ったのは、ブッダであり、キリストであり、 そして、モーゼであり、えー、あと、シバシンに始まる、インドの聖者たちであり、ベーダ文明であり、えー、そしてイスラム教でありっていう、この嘘が、えー、農業社会を長く統治してと。それが大体1800年代になってくると、いよいよ蒸気機関が発達して、え態度切断が行われるようになったと。そうすると、だんだんだん人口が大きくなってきて、まあ、帝国国家になってきたと。そうすると、こういう科学が発達すると、宗教だけでは、 えー、人を騙すことができなくなってきたと。まあ、仏教という宗教、キリスト教という宗教、あとユダヤ教という宗教、これはみんな嘘であって、神様にみんな逆らっちゃダメだよっていう、王様たちはその化身なんだっていう、こういう宗教では人間たちを騙しきれなくなったと。だから、新しい、今度宗教であって、イデオロギーっていう嘘を作り始めたと。えー、そのイデオロギーの典型的には資本主義であって、あるいはさらには共産主義であると。あるいは、えー、ナチズムであると。 で、これによって、例えばお金なんて何の紙みつ切れなのに、これに価値があるように、えー、大衆国家や世界を思わせることによって、えー、これがないと生きていけないみたいな洗脳することによって、まあ株式会社と作って株券を発行してそれを買わせることによって、儲かるよ儲かるよみたいにして、まあ、また、あたかも儲かることが人間の幸せみたいに思わせることによって、資本主義は、えー、人類を統治してきたと。 で、逆にこの共産主義っていうのは世界は平等にできるなんて嘘のもとに、えー、共産主義者たちが集まって、実は独裁者、スターリンやモータクトみたいなのが出てきて、えー、それがいろんな粛清したりとかですね、まあ、インチキな経済政策をやってですね、人民を何千万人とかこう、殺すようなことをやって、そして今来たのが21世紀であると。で、21世紀はまでに大量生産、大量消費の世界だったんで、ものすごい人口が増えてきましたと。 じゃあ、我々はこれからどうしたらいいかって、これが第四革命ですね。第一革命が、ホモデル、ホモサーピエンスが嘘を発見、すことを発見して、自分が宗教的カリスマだって言って、他を駆逐したっていう、こういうイバルなりの嘘のカルト宗。イバルナハラリなはり自体はカルト宗教なんで、こういうカルト思想をイバルなはり作りましたと。えー、嘘で、ホモサーピエンスがこの世界を、他のネアンデルタジャーを征服して、ホモサーピエンスが、この地球の指導権を持ったっていう、この、えー、まず、 言われるのカルト宗教の嘘ですね。で、二番目は農業革命で大量生産が始まって、えー、人間はだんだん増えていったと。で、いろんな宗教家が出てきて、ブッダとかキリスト教とか、えー、ユダヤ教とか、えー、インドのベイだと。こういう嘘が今度、神やこういうものになるって嘘を使って、王様たちが、えー、この大量生産された、えー、農業品を徴収する王権を持ったと。で、だん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 1800年代、1700年代ぐらいになると、 え、帝国とか、あとイデオロギーとか生まれて、この嘘がさらに資本主義っていう嘘を作ったり、共産主義っていう嘘を作ったり、ナチズムっていう嘘を作ったりして、より多くのものを支配し始めたと。で、まあ、私的に言うと、まあその中で、ロスサイドっていう人間が出てきて、一族が出てきて、その嘘のシステムをさらに、えー、紙幣を発行する権利を持つことによって、えー、各国にお金を国債で貸すと。で、その国債で戦争したりですね、いろんな投資を、 え、公共投資をしたりして国がやり、成り立つようになったと。このシステム自は実は嘘であると。だけど、このシステムは絶対に必要なものですよね。はい。で、さらにエネルギーを、えー、石油や石炭や天然ガスを、えー、支配することによって、えー、ドルですね。FRB をつけて、そのドルと交換は絶対にドルでしかできないと。えー、世界のすべての国には石油を買うときは絶対ドルに一回変換して、それを買って、えー、そしてまたその、自分の国の、えー 通貨に戻さなくちゃいけないと。しかもそれによってドルってのはものすごい、えー、買われるようになってアメリカっていう国はそれをやらないとお前の国を攻め滅ぼしてしまうぞっていう、えー、軍事力を持ってましたと。で、これを守らない。例えばカダフィとか、えー、フセインとか、えー、今プーチンですね。こういうものを次々と潰してますと。あと南米の、えー、いろんな国がありましたけど、そのものを大統領たちも潰したりとかいろんなことをしながら、この、えー、セキュリテドルの交換するっていうシステムを維持してきましたと。 これ実際実は、これも虚構だってんですよ。このシステムも虚構であって、そして共産主義も虚構であると。じゃあ次はどんな人類は虚構を生み出すのかっていうと、それはデータ中心主義っていう虚構だってんですよ。その思想っていうのは、このユバルノハラリっていう人間が考えついたこのカルト宗教ですね。ですから嘘が全てを人類の歴史を支配していると。ホモサピエンスがこの地球を支配し続けたには4つの え、革命があって、それは全部嘘の上に成り立っている革命であったと。え、その時代時代に勝者になっていった、え、王様や、ホモ・サーピエンスは最初に勝者になったそしてそのホモ・サーピエンスから王様たちが生まれたと。その人たちは宗教という虚構をつ作って自分たちが人間を統治したと。さらに科学、蒸気機関が発達さって大量消費が生まれてきたら、資本主義という虚構、共産主義という虚構、ナチズムなんていう虚構、優勢、 種族がいて我々ゲルマン人は全てお支配できるなんて虚構を作って人類を支配し続けたとこじゃあ次に作る曲は何かって言ったらそれはこの人はレイカーツワイルをもろにあくっていて、まあ、レイカーツワイルはまあ、いずれコンピューターが人間の持ってる知性を超えるぐらいの計算ができるようになるとそれは特異、えー、点と呼ばれて えー、その瞬間から人間の知性を超えるものを計算できるようになった。その瞬間からコンピューター、自分自身を再構築し始めますと。で、さらにどん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 計算しができるようになって、やがてコンピューターその後すぐに宇宙そのものをデータ化して計算できるようになるであろうっていう。つまり、イバルの原理に言わせると、このレイカーツワルを読んだイバルの原理は、次の革命は自分たちの存在そのものが虚構であると人間は認識し始めると。 えー、この宇宙全体を計算できるようになったコンピューターから見ると人間っていうのはただそのコンピュータの、えーのデータであってそのコンピューターそのデータを計算すると、えー、一つのアルゴリズムによって宇宙全体を支配するとつまり人間っていうのはそのアルゴリズムによって動かされているだけのただのデータであってそして、えー、実は我々人間が一人一人がこの地球上で え、考える一人一つ一つの発想、思いつく思想や行動っていうのは、ただ、その生命が遺伝子やホルモンやニューロンに支配されて、ただ、この宇宙全体のアルゴリズムによって動かされているだけで、今あなたが私のこの動画を見ているのも実は自分が本人の意思でやってるわけではなくて、単にこの全体のアルゴリズムがあなたの頭の中に、え、私のこのチャンネルの動画を見なさいっていう、 発想を生み出して、そのアルゴリズムによってあなたはこの動画を見てると。で、この動画面白いとまた次の動画を見ると。で、あなたの思考はまたその次の何かを、えー、やるように、宇宙全体のアルゴリズム、死んだ場所のアルゴリズムはあなたに常にニューロンや、えー、ホルモンを通してあなたの頭にそういう発想を出して、えー、あなたはただ動かされてるだけの存在であると。で、この地球上に住んでる生命すべても動かされてるだけの存在であると。えー、だから、 結局は我々は単なる情報に過ぎないと、データに過ぎないと、この宇宙のですね。だから、この、えー、ビル・ゲイツは、えー、この地球人類、地球に住んでいる今80億近い地球人類を、地球のために僕ができることっていうのは、決断したことは人口を減らしてあげましょうと。えー、この宇宙全体の計算できるアルゴリズムの中のデータである人間を減らすことが、データ処理することが、 データごとを処理すると人間っていうの数が80億っていう人間のデータをえー75億処理して5億人にのデータを残すとこのデータだけあればこの金持ちだけがえ管理しやすい地球になるとしかも地球の生態系もえ炭素やえ二酸化炭素も全て管理できるような理想の状態にの地球になりますとだから僕はえ地球のためにできることを僕は決断したことはこれなんですよっていう 人口削減しちゃって、どうせみんなは単なるデータだから削減されてもいいんだよっていう、はい。このカルト宗教を作ったのが、こういう連中を動かしてるのが、えー、カルトの、えー、哲学、あるいは理念を作ったのが、この、リバルの原理の、この本なんですよ。この本なんですよ。で、昔って言っても、まあ今から30年ぐらい前なんですけども、 えー、フリードマンって人が、えー、学者でいましたと、ある大学にいましたと。で、フリードマンってのは無名の人で、ほとんど経済的、経済学者なんですが、相手にされませんでしたと。ところが、フリードマンを目ざとくロックフェラーが見つけて、フリードマンの唱える思想っていうのは、経済思想っていうのは、えー、自由主義経済って言って、まあ、経済を、のグローバリズムの波はもう絶対に世界に広まっていくから、まあ、どんな民族、どんな地域、どんな、えー、国民たちにも、この一つの、 スタンダードを当てはめて、資本主義っていうスタンダードを当てはめて、その枠の中に全部入れればいいんだっていう。えー、それに対して、まあ、プーチンとかカダフィーとかっていう人は、えー、一つ一つの民族には歴史と文化があって、えー、一つのそんな資本主義なんて思想には馴染まない国もあると。えー、民主主義によって選挙によって代表を選んで、それでなんかそれに従うというところまで行ってない民族性の、えー、文化を持ってる。 まあ、プーチンなんかロシア人はその典型だって言いますね。あと中東もそうですね。アフリカもそうですね。そういう人たちに一つのグローバリズムっていう資本主義を当てはめて、そしてその中心で、えー、全てを支配できる、まあ、アメリカ政府っていうのが、あるのが理想だっていうのはフリードマンが当時唱えた、えー、思想なんですよ。で、目ざとくこの男の思想を見つけると、えー、ロックフェラーは自分の経営しているシカゴ大学に行って、そこで博士号を与えてですね、その人のフリードマンの誘致、新自由主義っていうのを、 えー、ベストセラーにして世界中に売りまくったんですよ。で、それが当時、小泉政権ですね。まあ、それまで田中角栄の派閥が、えー、日本を維持してたんですけど、まあ、福田の時に田中さんはロッキードで負けても闇将軍として田中さんは日本を維持してました。だけど、まあ、小泉、福田から小泉に至るまでに、もうアメリカ一辺倒に、このアメリカの、えー、審判ですね、一辺倒になっちゃって、 小泉首相の時に特に日本の郵政を民営化して、えー、全部利益をアメリカに売っ払っちゃうとか、こういうのが始まったのが小泉政権であって、その思想的な、経済的思想的な基盤がこのフリードマンなんですよ。で、このフリードマンを流行らせることによって、す、え、べ、ー、ての富は、えー、地球上では平等でなくちゃいけないっていう、こういう資本主義の、えー カルト的な資本主義を流行らせて、その富を全部アメリカ政府が吸い込むことによって、日本はどん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 貧乏になっていっちゃったっていう。で、今はですね、正規雇用も破壊されて、正規雇用システムも破壊されて、まあ、労働者の4割は、えー、派遣社員にされてしまいましたと。で、派遣社員にかからないボーナスとか、全部株主に還元されて、えー、アメリカに吸い取られて、日本の雇用社会は全部、えー、それまでの、えー、定年まで働ける雇用、 テ質も破壊されて、今まともに大学出ても正規雇用、正社員になれませんと。あと女性なんか特にもうまともに正社員になれないような社会になってしまうと。それによって人間、日本人の労働力がどんどん薄れて、さらには人口、子供も産めないような人、えー、作れないような家庭も結婚したような人が増えてきて、どん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 人口も減らされてますと。ここにつながるのが、ですからフリードマンの、えー、新自由、えー、経済ですね。ですからこれを目指とく今から30年ぐらい前に、 見つけて、それを自分の大学で入らせたのが、ロッシャイド、ロックウェアであって、それによって日本はもうガーッと落ちちゃったと。今のような状況になってしまったと。はい。で、それに代わって出てきたのが、え、この、まあ21世紀に入って出てきたのは、このユバルのハリリの思想で、まあユバルのハリに逃わせれば、この世界は全て嘘で、次はテクノロジーが発達して、え、人間は単なる宇宙ってアルゴリズムの中の データであると。だから我々にはないと動かされてるだけの存在であって、それを元にして、えー、ビル・ゲイツやソロスやロ,スロックやロスサイドっていうのは人口をまず削減しなくちゃいけないとか、そういうことを言い始めて、えー、自分たちの罪悪感ですね。それを、は関係ないんだと。そういう論拠の中心においてるのが、このユバルラ・ナルニのカルト思想なんですよ。カルト思想、認知革命、4つの認知革命。それは嘘で、 人間は世界を支配していると。資本主義も嘘。共産主義も嘘。えー、優勢思想も嘘と。で、さらに、この世界そのものも虚構であると。虚構であると。単なる、えー、計算できる、コンピューターで計算できるデータが、計算できるデータであって、それを計算するコンピューターはアルゴリズムを弾いて、そしてそのデータが単に動いているだけであって、そのデータを人工削減するってことは処分しているだけだから、80億っていう、まあ、データを 75億を処分して5億に減らしたところで、それは単なるこの宇宙の石の現れに過ぎないっていう。こういうカルト思想ですね。これ言う、朝原昇高なんかと一緒なんですよ。カルト思想なんですよ。朝原昇高なんかも結局最後はサリン巻いたりして、え、世界を、日本を震撼させるとか、世界を震撼させて、じゃあその後どうするのかっていうと、まあ自分のが、え、申請方向って言って、人間の価値を超えたところに自分がいますと。それに対して、えー、 大倉大臣、あと、防衛大臣とか、あと、財務省とかいろんなのを作って、自分のところに集まった信者をそれにして、それでなんか日本を支配していこうみたいな妄想を持ってたんでしょうけど、そんなことは全くのカルト思想のインチキであって、今、この、ビル・ゲイツや、えー、ジョージ・ソロスやロクセロスダ、ロックセラーが、このヨバルの原木っていうもののカルト思想に取り付かれて、自分たちが人類を削減するよう人殺しを、 正当化してる、そのカルトス想はが言ばらなありであって、彼らが今やってる全てのこと。まあ、いろんなことやってますね。次、食料機ですね。あるいは地震兵器なんかにも破壊されますね。あと、中国と日本に引き継ぎ込んで、日本を戦争を起こさせて中国に破壊しようとしますね。そして日本人がたくさん死にますね。それらは単なるデータであるから人間なんていうのは処分してもいいんだっていう。この罪悪感ですね。 本来であれば、そんな人殺しなんて神はしちゃいけないっていうのが普通の人間の考えですけど、そうじゃないんだと。神なんかいないんだと。それはみんな、社会やキリストや、えー、ユダヤの神の、えー、いや、インドの政治家たちが言ってることはみんな嘘なんだと。あれはんならフェイクなんだと。人々を騙して統治,統治者が便利になるような社会を作るためのフェイクなんだと。そしてそのフェイクがでっかくなったのが、資本主義であり、えー、共産主義であり、そして、えー、優勢主義でありっていう。それもフェイクだったと。 で、次はいよいよ、この世界そのものが単なるフェイクであって、この世界は単なるコンピューターで計算できるアルゴリズムによって動かされるデータに過ぎないと。だから我々は地球を、地球をえ未来のために救うために、そのデータである単なる人間の数を減らすのはただデータを減らしている、処分しているだけだっていう。こういう思想に至ってんですよ。これ大変なカルト思想ですね、えー。この世界はデータでもアルゴリズムでもありません。この世界っていうのは、 えー、如来が、時期によって何もない真空の中に生み出して、そしてあらゆる世界に大菩薩が生まれ変わって、そして大菩薩があらゆる世界で人々に下脱を指導して、えー、この世界がデータであるとか、アルゴリズムで自分たちが動かされてるとか、えー、悪である、不価値論者たちが巻いたこの共産主義とか資本主義とかこういう陰チな思想を超えなさいと。 え、形あるもの、変化するものは全て嘘であると。それを下脱して超えなさいと。そして、超えただけではなくて、超えた完全な平安の状態。まあ、これを仏教では極楽浄土世界なんて言うんですけど、完全にこの形あるものから生まれるインチキな思想を超えた状態ですね。下脱してそこに来なさいと。これは極楽浄土世界では平安の状態であると。ただ、この平安の状態、下脱して平安の状態にいるだけではなくて、 自らビッグワンを起こして、あらゆる世界に行って、他の人たちを下脱させてあげなさいと。それがすべての人たちを本当の幸福、幸せの状態に導くことであると。さらにそこから、えー、時期をもらって、あらゆる世界に行って、そして、すべての人々を下脱させて平安の状態に戻しなさいと。これがまあ仏教の思想ですね。はい。えー、そのために、まあ、釈迦って生まれてきたら弟子を取って、その人たちを下脱させて、宇宙の始まりの真空の状態に戻しましたと。ところが、この人たちだけが平安の状態に、 最高の幸福の状態に戻すだけではなくて、時期を授けて、ある世界に、えー、ビッグバンを起こさせその世界の中の心を広めて、すべての人を平安の状態に戻すっていう。これが最高の幸せであり、えー、人間が生きるたった一つの正しい生き方ですね。ですから、ところは言わるはらりっていうのは、この見える世界だけが本物であって、その世界はアルゴリズム、コンピューターで計算できるアルゴリズムが単に動かしているだけの、 データなんだと人間とか動物とか山とか、えー、宇宙の発展の歴史だ。で、それをですね、ホモ・サピエンスが最初にですね、えー、嘘をつくことをですね、えー、思いつけるっていうことも、えー、コントロールされていて、アルゴリズムですね、それを作って嘘をつき始めて、えー、人をまとめ始めたと。で、農業革命、さらには科学革命で、どんどんどん嘘によって人々を統治して、そして最終的にはこの世界そのものは嘘であって、ですからデータだから、 アルゴリズムよる宇宙的なアルゴリズムのデータだから、そんな人間たちを処分して、金持ちたちは自分たちの住みやすい地球を作っていいんだっていう、こういうカルト思想なんですよ。それに対してブッダとかキリストとかインドの米だったらそうじゃなくて下脱だっていう。それが最高の私服の状態、幸せに戻る状態であって、さらに自分だけがこのつまらない物質から生まれる価値観や盗撮した考え方から抜けてて下脱して抜けてるだけじゃなくて、他の世界にも それを広めて他の人たちも下脱させてあげなさいと。そうですね。ですから、ゆばるの原木のこのカルト思想では、人間は死んだらどうなると。そういう思想も入ってませんと。もう人間は死んだらどうなるかってのは、量子力学の中では定義されてるんですよ。で、人間は死んだ状態になると、それは位置がない状態になって、位置がないってことは、瞬時瞬時に、えー、自分の好きな状態を作れる状態になると。それを五次元って言って、その意識の中、 えー、波の状態が5次元であって、その中に自分の好きな世界を自由に作って暮らせるっていうのは、これが5次元なんですよ。で、6次元っていうのは、その作った世界の、えー、ルーツにも、えー、移動できると。これが6次元なんですよ。で、7次元ってのは、じゃあこういう量子力学的な位置を決める、何もない状態に位置を決めて自由自在にいろんな世界に行ける、あるいは作れるっていう、こういう力を与えてくれたもの、何もない深刻からビッグワンを起こして、 こういう性質を宇宙や生命に与えたものは何かっていうのを考えるのが7次元で、これが、えー、ホーキングやアインシュタインやニュースバーですね。ここまでも量子力学って定義しちゃってるんですよ。えー、ですから一番目の問いが人間が死んだらどうなる。これはもう量子力学で定義されてます。ですから、我々が今生きてるこの3次元世界だけがアルゴリズムで人間がデータとして動かされてるっていうことはないんですよ。この宇宙、えー、8次元世界ってのは一つのアルゴリズム。それは何かって言ったら地上から生まれた あらゆる生命体たちがしたいことができると。したいことをするために、位置を決めて、空間を作って、その世界に人間となって、時間の中でしたいことをしているっていうだけなんですよ。そのしたいことっていうのは、この過去性に生まれ変わっていく中で、その人間が昔成功していい思いをすると、だん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 それが人間にカルマとして積み重なっていくっていう。 で、なぜ世界がこうなっているのかっていうのは、実は世界は実はこの欲望を探求するためにあるわけではなくて、一人一人の人間が、え、実は、え、熟気をもらった真空がビッグワンを起こして、他の人たちもこのくだらない世界から下脱して脱却して真空の状態に戻してあげると。これが完全な調和の状態であって、これが最高の幸せの状況だったんですよ。もともと生命自体、存在自体はないと。何も始まってない状態こそ最高の状態であると。 で、この状態に戻してあげることが最高の生命の進化した状態であると。だけど、社会やキリストはそれだけでダメだということで、他のすべての生命も、えー、その状態に戻してあげなさいっていことで、重機を授けてビッグマンを起こしまくってると。ですから、なんで、あと、茨の花に聞きたいんですが、宇宙が生まれたのかっていう、それは何もない真空の中に、如来たちが各三次元世界にいて、えー、彼らは嘘をついていたわけではなくて、えー、弟子を取って下脱させて真空の状態を作ったと特定の人間、 を使って真空の状態だからそこに実況させてビッグワンを起こさせて、あらゆる宇宙を生み出して、生み出した目的はその世界に生きて苦しんでいる、生老武士に苦しんでいる人たちを、えー、下脱させて助けてあげるっていう。この仕組みが宇宙がなんで生まれたのか。なぜ宇宙がえ量子力学的に何もない、えー、波の状態とビッグワンが起こされて、その中に生きている肉体を持った時間と空間の中に生きている状態があるのかっていうことですね。 肉体を持つことによって、如来の教えをそこで学んで下脱して、そこから脱出できるっていう。これが目的ですね、この世界の仕組みの。この世界がなんで、平行宇宙、位置が決まると平行宇宙が無限に広がったりするのかっていう。で、それが5次元では波の状態、6次元ではその波の状態がどこにでも移動できるっていう。こういう仕組みがあるのは、両親力転的な仕組みがあるのは、すべての人を3次元に生まれ変わらせ、そこで如来の教えに触れさせて、そして下脱させて、真空の状態に戻してあげるっていう。このためにこの世界はこういうですね、平行宇宙。 え、位置が決まって、平行打ちが無限に広がって波の状態があるっていう。波と粒があるっていう状態があるってことですね。で、まあ、死んだらどうなるっていうのは、死んでも生命っていうのは続いて、死んだら位置が消えるので、自由自在に自分の5自元に戻ると、状況に戻れると。で、その、この考えに沿って、両親に逆転考えに沿っていってるのが、こういうダニエル書とか、あとエゼキエル書ですね。この生命が進化すると、えー、イバルの原理は、イバルの原理のカルト宗教では、人間は単なるデータであるから、 処分していいなんていう、そういう思想はなくて、人間は、えー、その中で進化を遂げた人間は、如来の弟子になって下脱して、えー、真空の中、波の状態も超えて真空の中に戻りますと。だけどそこで受験を受けた他の世界にも、如来の星を広める。こういう最高生命の進化した状態になりますけど、そこまで行かなくても、もしも、えー、ヤーベを信じている人たちは、波の世界に戻れると。その波の世界に戻ると、そこでは時間と空間関係ないんで、 えー、昔いた長老たち。まあ、ヤーベの文明の長老たちってったら、えー、モーゼとか、アロンとか、エゼキエルとか、イザヤとか、えー、ダニエルとか、そういう人たちがとともに暮らせる波の世界に人間は生命形態が進化すると。これが五次元にあるたくさんある世界の、まあ、ヤーベが作った世界であると。ところが、それがまた、えー、両親企画的に本当に人間は達成できる未来であるけど、えー イバハラ・ハリのカルト宗教によれば、そんな世界はないと。死後の世界なんかないと。下脱なんかないと。下脱して何もなくなった状態。そんなものは何の関係もないと。宇宙がなんでビッグバンを、真空からビッグバンを起こしたなんて、そんなことは俺とは関係ないと。この三次元世界は単なるデータであって、アルゴリズムって動かされていて、人間は動かされるだけの存在であって、だからこのデータをビル・ゲイツや、えー、ジョージ・ソースは処分するのは、それは単なるデータ、 お処分することによって地球っていうものの生態系を取り戻すことはいいことであると。この不可知論者ですね。このユバルノハラリのカルト思想、あるいはフリードマンの真珠主義っていうカルト思想、こういうやつを見つけてきて、ロックフェラットかロスサイロっていうのは世界的に流行らせて、自分の好き勝手をこうやるんですよ。経済的な好き勝手をやったり、え今度は人類を間引きするなんて好き勝手をやるんですよ。これが不可知論者の最終的に生きつくことであって、こういう人間たちのことを悪魔と言います。 こういう人間たちのことを悪魔と言います。それに対して、社会やキリストのように、本当の解放ですね。下脱させて、本当の真空の中に戻してあげる。本当の解放を、三次元に来てやってくれる、如来たちのことを、こういう人たちのことを、神って言います。まあ、神を超えた仏ですね。如来って言います。で、まあ、神々ですね。 六次元から来て民族宗教を作って、そして、まあ、せめて下脱はさせられないけど、まあ、五次元的な波の状態に自分たちの民族を戻してあげる者たちを、まあ、神々って言いますね。で、それを超えた、まあ、如来たちはビッグバンを弟子たちに起こさせて三次元を作ると。その三次元の中には、まあ、六次元から来て民族を作った神々もいますし、まあ、もともとの古代文明から生きている人たちもいると。それが一つの文明を作っていると。ところが、えー そんなものはなくて、単に人間は猿から進化して、そして嘘をつく、えー。俺は神の化身だって嘘をつき始めたのが最初にホモデウスであって、あホモサーピエンスであって、それが、えー、他のホモサーピエンスを駆逐して地球を乗っ取ったと。そして農業革命、さらには、えー、科学革命って起こして、次に進むと嘘をつくことによって人間を、より多くの人間を統治し始めたと。そして今度最終的には自分たちの存在も単なる宇宙ってアルゴリズムが作ってる、えー、遺伝子情報によって、えー、いろんな ものが出てきてたら動かされるだけの自分たち存在の嘘であると。だからこの嘘のデータを、80億いデータを75億処分してもビル・ゲイツさんよ。いいんだと。だから僕が地球のために決断したのは、まあ、2020年から始まってる人工削減であると。僕ちゃんはいいことをしてるんだって。で、それは別に神なんかいないんだから、僕ちゃんの頭に思いついたことはその宇宙が地球に対してやるべきことを僕に、えー、インスピレーションで え、ニューロンによって僕の頭に出してくれたことなんだよと僕たちは単なる遺伝子情報によってホルモンやニューロンに支配されただけの単なるデータに過ぎないんだよ。だから僕ちゃんが地球に対してや、決断したことは人口を減らすことなんだっていう。で、残った人たちをノーチップで支配するんだっていう。これをここに行き着くんですよ。このイバルナハラリっていうものを6歳6の奥い見つけてきて、このカルト思想を世界に流行らせて、え、僕ちゃんたちがやってる人口作業は正しいんだっていう。 お金持ちだけが優れてると。お金持ちがこれをやっていいなんっていうことじゃん。カルトス想ーですね。はい。このように今我々は、えー、データとして削減されてる真っ最中なんですよ。皆さんもですから削減されないの気をつけてください。まあ削減されないためにはですね、まあ、ヤーベが見えるように、えー、地球外生命体たちが見えるぐらいのスピリチュアルなセスピリットを持ってください。そうするとヤーベが人ヤーベ見えるし、えー、多分、あの、 甲府に降りてきた宇宙人も見えない人たちっていると思うんですよ。あんなの嘘だっていう人たちには見えたいし、存在もしないんですよ。それから、お釈迦様やキリストの教えっていうのは、下脱させて宇宙の始まる真空に、えー、弟子たちの精神を守らせそこに受教させることによって、さらに、ビッグバンを起こして、あらゆる世界の人たちを下脱させて、真空が始まる前の、本当の平安の精神に持つと。これですね。はい。ですから、宇宙がなんで始まったのかなんていうのは、ゆばルのはるのカルト首相の中にありませんし、 えー、死後どうなるかっていうことも書いてありませんし、宇宙がなぜ波であり粒であるのかっていう、この基本的な今正しい半導、えー、体まで応用されているんですね、この宇宙の構造も何にもイバロなには説明してませんと。単にこの三次元世界に地球があって、地球の生まれたホモサーペンスは嘘をつくことによって、どん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 多くなっていく人間を支配し、 えー、その嘘が最初宗教で、それが今度資本主義、共産主義って嘘で、今度は自分たちの存在そのものが単なるデータに罪みなって嘘であるっていうことになって、えー、そのデータを削除してもいいのはそれは単なる嘘の世界だからいいんだっていう。こういう完全な虚無思想、カルト思想ですね。はい。だから金持ちがい、ないと、何やってもいいっていう。この根拠になる、えー、カルト思想が、今のイバルの払いの、えー、ホモサピエンスと、サピエンス全子と、ホモデウスなんですよ。だから、ロスタイでは、えー、人口削減するために、この、えー、ユバルの払いを、 爆破やいに売ったんですよ。かつて世界を支配する、経済的に支配するためにフリードマンを売ったようにですね。はい。ですから、この波に巻き込まれないように、うまく人工削減から残って、さらにはまあ、こういった民族宗教、あるいはまあ、如来の教えですね。ここにたどり着けるようになる、なって真実を、真実の宇宙、なんでビッグバンが起こされているのか、なんでこの世界は波と粒でできているのか、なんで三次元世界にまあ、七次元、六次元、五次元、四次元の人たちが生まれてきて、そしてなぜ、えー まあ、社会やキリストの詩を学んだり、あと、ベーダーを学んだり、えー、するのか、ですね。これを、こういう仕組みがあることを、えー、まず、理解してください。それに対して、そんなのは関係ない。それ自体が嘘であって、ビッグバン自体も嘘であるとか、えー、波と粒でこの世界ができていることも嘘であるとか、だからこの世界そのものが嘘であって、データだから、これを処分するのはいいとか、いうのが、この連中の考え方。このカルトシスに染まらないで、まあ、社会やキリスト、まあ、あるいは、旧約聖書のヤーベの教え、こういったものの、 量子力学的な考え方。さらには、統一バリオン。なんでビッグバンが起こったのかって。これを学ぶために三次元世界ってあるんですよ。一人一人はデータではなくて、自由に人生を選択してます。動かされてるのではなくて、えー、コンピューターが弾き出したそのデータを、えー、選んで、自由に、えー、上昇もできるし、死ぬこともできると。何を食べてもいいし、今日の夜はしじみのお味噌汁を食べてもいいし、バカメのお味噌汁を食べてもいいし、えー、ケンジン汁にしてもいいし、豚汁にしてもいいし、 え何を食べてもいいという自由。はい。で、死ぬことも自由ですし、えー、人を助けることも自由ですし、えー、排他することも自由です。まず何を嘘をつく自由っていうのが、ホモサフェイスにあったわけですね。じゃあなんで嘘をつく自由があるのかっていうと、それは波の性質に粒っていうものがあって、この構造が嘘をつける自由を言われならに与えたと。だけどその嘘っていうのは絶対にビッグバンが起こった。なぜ起こったのか。あるいはこの世界が波と。 ででででききいいのはななぜかこれを絶対説明すから、こういうカルト師匠に騙されないように、さらにもうカルト師匠に今染まった人類70%はガーファなんか使って、まともなことを言う人を迫害して人間をどん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 削除してますね。はい。まあ皆さんも削除されないように頑張ってください。皆さんは、えー、動かされてるんじゃなくて自由に選択できる権利を持ってます。その中で皆さんは殺される自由を選ばないガーファにって、 のに殺す自由、殺される自由を選ばないで、この連中にですね。まあ、ちゃんと社会やキリスト、あるいはヤーベの教え、あるいは量子力学の基本的な波であり粒であるっていう、この状態がなんで生まれたのかってことですね。平行宇宙がなんであるのかっていう、こういうのを勉強してですね。まあ、下脱して時期をもらえるようになれればベストなんですけど、まあ、せめて五次元に生きたまま入れるように、まあ、ヤーベのエゼキエの予言の空骨の例えありますけど、まあ、そのぐらいの人間にはなってください、えー。その前に削除されないような人間になってください。 はい今日はいいです